皆さんこんにちは。 JRP テレビをご覧の皆様、私あの司会を担当させていただいてます栗山と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、幸福実現党及川幸久外務局長をお招きいたしまして、ドイツ銀行についてのお話を受けたいと思います。私もちょっとドイツ銀行ってもよくわからないところありますし、なかなかあの世界のですね金融の状況というのはわからないんですけれども、その中で、ドイツ銀行がちょっと一つ、大きなポイントになるところもあるという話もありますがお聞きしましたので、今日はその辺のところからスタートしたいと思います。ドイツ銀行について、はい、あのこの GRP でもあの総裁も何度かこのドイツ銀行のところあのロスチャイルドだとかあのいろいろこう世界の金融の観点から、取り上げられたと思うんですけど、つい最近ですね3月の10日おとといですかね、に、あのニュースとして、最近出回っているのがドイツ銀行とからドイツの第2の銀行であるコメルツ銀行の、合併話、合併協議が正式に始まったというニュースがあの出てますね。でちょっとこれをきっかけにこのドイツ銀行のところを考えてみたいと思うんですけど、そもそもあのドイツ銀行という名前なので、ドイツの中央銀行かと思う人が多いんですが、そう質問しちゃいましたね。これ実は民間銀行なんですね、民間銀行で、ドイツ最大の銀行でもあるし、それからあの、私自身もあのヨーロッパの金融業界にいたので、私はイギリスのロンドン の、あの投資銀行にの関係のところにいたんですが、これドイツ銀行っていうのは銀行でもあるし、どっちかというと投資銀行に近い、つまりあのいろいろこうあのただ単にあのなんかお金集めてそれを企業に貸すっていうだけじゃなくって、もうちょっとあの、複雑なこと、いわゆるあのデリバティブみたいなことを得意としてるところなんですね。でそこがですね、4年ぐらい前から経営危機になって、で昨年2018年は、黒字になったんですけど、その前の3年間はずっと赤字、ずっと赤字なんです。よく潰れなかったなと思うんですが、で今ここ の、 あの株価がユーロで8ユーロ8ユーロ、はい、8あのこ の、 あのユーロであの一桁にっていうのはですね、これも倒産する企業を表しているので、普通あの、ドイツ銀行の株価っていうのは一番調子のいい時で100ユーロぐらいあったと思うんですよ、どんなに悪くても40ユーロぐらい、それが今8ユーロですから、ちょっとありえない数字なんですが、そうなってしまった最大の理由はやっぱりデリバティブです。であのこれはねちょっとあのアメリカのデリバティブとちょっとまた違った意味があるんですけど、あのヨーロッパの金融危機っていうのは、あのギリシャの破綻で、あの中心的に起きてるんですが、このギリシャとかも、を対象にしたですね独特のデリバティブの商品があるんですね、これ CDS って言うんですけど、なんですね、クレジットデフォルトスワップっていうので、これも説明するとなんかえらい複雑なんですが、要はこれ保険なんです、保険商品なんです、ある企業が、これ倒産しそうだと、倒産しそうな企業が、例えば債券を発行したとして、でもこれ債券、その企業の債券買ってやってもいいんだけど、もしかすると倒産するかもしれないから、可能性は高いです、ね、その分あの金利は高いんですが、その倒産した時のための、保険商品を発行、保険商品を作って出してるのがこの CDS ってものなんですね、でこういうのをヨーロッパの投資銀行が作って出してるんですよ、でそれがまたさらに複雑な形になってまして、これ企業を相手にするんだったらまだ規模が小さくていいんですけど、今度はギリシャって国相手に出すんですね、このギリシャって国が破綻するかもしれないから、そのギリシャの国債を買ってあげてもいいけど、その代わり保険をかけておくと、その保険商品なんですよ、でこれねもうほとんど博打です、博打の世界です、あのこれあのギリシャがあの破綻するかしないか超過半過ってかけてみたいな感じなんですよ、でそれででもすごい儲かるんですね、でこういう世界に、これドイツ銀行だけじゃないんですけど、結構加担してたっていうのと、それで随分損を出してるんですね、もう大損を出してるはずなんです、それともう一つはマネーロンダリング、これが去年の後半ぐらい発覚して、マネーロンダリング、あのオランダの銀行と一緒に、手出しちゃって、でこれがもうあの
もう結構致命的なんですけど、うん、でこれによってですね、このドイツ銀行っていうのはもう実質経営していかれないと、うん、ただ潰すわけいかないので、うん、大きすぎて、大きすぎて、はい、大きすぎて全然潰すわけいかないので、うん、ドイツの政府が間に入って、うん、どこかと合併させると、うん、でまあ、前からもコメレスって言われてたんですが、うん、ついに正式な話になったみたいで、まだ決まってるわけじゃないですね、うんうんうん、っていうのはコメレスだってそんなにいいはずないそうです、ね、コメレスはあの10年前の、リーマンショックの時に相当このまさにデリバティブで損を出して、うん、でドイツだったんだ、そう、うん、ドイツ政府からの、融資を相当入ってるんですよ、うん、だから確かコメレスの株のうちの 15% ぐらいは多分ドイツ銀行なんですね、はい、だからまあね、ドイツの金融機関は非常に厳しい、うん、でこれ、まあ、仮にドイツ銀行と、このコメルツが合併したとしてどうなるかなんですか、ね、うん、けどもこの話の前までは、うん、まあ、いろんな人たちがドイツ銀行が破綻したら、うん、第二のリーマンショック、うん、もしくは世界恐慌、うん、っていう、まあ、確かにそのぐらいになるような恐れがあるんですけど、うんうん、でも、まあ、とりあえずコメルスと合併したら、はい、まあ、それが回避できるんじゃないかと、うん、という見込みもあるんですが、うん、しかしですね、よくよく考えてみると、うん、もうドイツの金融業界っていうのはもう経営が成り立ちません、うん、なぜかというと超低金利すぎるからです、うんうん、まあこれ日本の銀行界もそうなんですけど、うん、ドイツもドイツかヨーロッパ全体がもうお金が回らないので、うん、お金が回らなくてインフレにならなすぎるので、うんうんうん、超低金利をヨーロッパ中央銀行の ECB がやり続けてるわけですね、うんうん、でそれで産業界はまだそれで息がつけるんですけど、うん、銀行界はたまったもんじゃないですね。銀行界は利息で食ってる人たちですからね。それはそうです。だからもう利息っていう本来の業務ではもう利益が出せない、ね、はい、金利が低すぎて、うんうん、そこで利益がもう利益出すためにやばいものに手出したと、まあ、よくありそうな話ですね。もうね、はい、それ、まあ、その表れがもう象徴的に表れてるわけですね、うん、これだからコメルツと合併しようと何しようと多分ドイツ銀行が持っているこのデリバティブの危ないものって消えるわけじゃないですし、これからその損ってのはもっと出るかもしれないので、うん、一体どれぐらいに損なのか、これは、うん、誰もわからない、はい、ということを考えると、うん、これも解決策ではないのではないかと。あ、その合併自体がね、長期的に見ると、ね、はいはい、一時的にはいいかもしれないですけど、でここから先はですね、もう私ちょっと暴論を言いますけど、いつもの通りですか、暴論を暴論を JRP だからこそ言える暴論を言わせていただくとですね、はい、もうそもそもこの EU っていう枠組み、あ、この枠組みの中では ね、はい、無理なんじゃないかと、うん、なるほど、もう EU の中で、うん、もうさっきギリシャみたいな国もありますけど、ね、今もうイタリアがもう破産寸前なので、イタリアももうそれに合わせて ECB が金融政策やっても、うん、もうね、もうドイツの民間銀行はついていかれないですよ。あ、でもうね、こうなったらもう EU 自体の存在を根本的に考え直した方がもういいんじゃないかと。来年5月には、ヨーロッパ議会の選挙があります、うん、おそらくヨーロッパ議会の選挙で反 EU 派の政党が議席を伸ばすはずです、うん、でそうなると EU でありながら皮肉なんですけど、うん、反 EU の勢力が伸びる、うん、でもブレグジットも今もちょっとしこってますけど、うんうん、もう EU 自体の存在がもうこのドイツの銀行界にとってはもう無理があるのではないかなと、うん、重荷にもなってくる、ね、そうですね。ということで結論はないんですけどこのままではやはりドイツ銀行の問題は長期的には続くだろうと、うん、でいずれは何らかの破綻になるのではないかと、うん、EU 解体派、解体じゃない、EU 反対派っていうのは、まあ、EU をやめましょうっていうことなんですか。そうですね。そういうのをちょっと主軸に。イギリスでブレグジットをやった人たちと同じ、うんうん、同じ感覚とこですよね。で、結局何が問題かっていうと、うん、EU 一つの中で、うん、一つの中央銀行でやってるわけですから、うん、金融政策が一通りしかないと。うん、で同時に EU の厳しい財政規律があるので、うん、財政政策のことを使えない。なるほど。減税したくてもできないし、借金したくてもできない。各国それぞれ事情違うわけですからね、うん、その事情に即した形では
まあ、ないということですね。ドイツの経済が調子いい時はそれでよかったですね。よかったと、はい、ドイツが何とかしてるとか、うんうん、ドイツが何とかしてるとか、他の国のね、面倒ですね。しかし、はい、今のドイツっていうのは、うん、中国の経済依存度があまり高すぎて、あー、高いって言ってましたね。で、中国がこけちゃうと、うん、ドイツ経済も結局連動してる、ということで、今はちょっと八方塞がりかなというところですね。ちょっとですね、このドイツ銀行、まあ、ドイツ銀行はもうね、去年から危機をささやかれておりますが、うん、やはり今、及川局長が言ったように、長年のやっぱりデリバティブの損害、損失の蓄積が限界来たいことですよね。あ、そのデリバティブの博打で吸った、負けたものをですね、どこが今度は得をしてるかということですね。損すれば得がある。だから、そのこちらを損させて、うん、別の分断が儲けていると、うん、サブプライムローンのリーマンの場合もリーマンは倒産したけど、リーマンを犠牲にして大きく稼いだところがあるはずなんです、うん、だからその辺のコントロールがですね、うん、やはり私の言うニューコートがやってるんじゃないかと、うん、はい、だから全体を捉えたら、うん、左の損が右へ移ったと、うん、いうことと、うん、もっと大きな意味ではですね、うん、銀行が、まあ、大きな紙幣を革命する、変化させることによって、うん、存在価値がなくなっていくと、うん、銀行をぼちぼち整理しようという動きのスタートが、うん、もう始まりかけたんじゃないか。だから日本の場合もみずほも危ないんじゃないか、あ、はいはい、三菱 UFJ もどうなった、うん、こういうまあ話が出てくるのは、うん、銀行は儲からないと思う、うん、そういう時代を作ってるんだ、そのとおり、ね、うん、その代わり、そのマイナンバー制だとか、うん、いわゆるそのコインデジタル通貨、仮想通貨とか、ね、はいはい、デジタル通貨に変えるとか、はいはい、いう形に移行期がこういういろんなトラブルが発生する、うん、ということも考えないかんと思います、うん、だから銀行はみずほだって、うん、6000億近い損失を計上して、うん、今までの利益をドーンと落としたわけですよ、はいはいはい、何をほんなら落とす感情にしたかというと、他店舗の整理費用を、まあ、ね、下げ落としちゃうんですね、うんうんうん、それは将来どん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 ね、整理する、人員整理する、合理化する中で損害が発生するものをもう先に落としちゃおう、うんうん、もうだ、銀行の本業じゃ儲からないって言ってるよね。儲からない、だからもう銀行はね、縮小の方向へ向かったと、うんうん、まあヨーロッパにおいてもしかるべきものだと、うん、ヨーロッパも ECB の総裁が利上げはしないって言ったわね、もう、うん、だから利上げしないことは経済全体が悪いということなんだ、うん、そうですね。この辺どうですか、先週ですかね、うん、その ECB の、まあ、方針会議があって、うん、ドラギ総裁が、うん、もう利上げはもう来年まで強気だと、うん、というふうに言い始めたわけですよ。本当は、うん、今年利上げの予定だったのが、うん、かなり悪いんだと思う。かなり悪いんだ、もう、で、まあ、同時にヨーロッパ独特の金融緩和策があって、うん、ティルトロっていうのがあるんですね。ティルトロ、でティルトロとかテルトロっていうんですけど、はい、うんうんうん、要はECB がもの超低金利で民間銀行にお金を貸してあげて、うん、でその安いお金なんで、うん、どうか銀行をもっと企業に貸してやるという策なんですけど、うんうんうん、でこれを過去2回ぐらいやってるんですけどね、でこれをまたやるっていうんですよ、うん、ってことはかなりもうお金が回らなくて、回らないんだ、相当悪いんだろうっていうのと、うん、これもう完全にイタリアターゲットなんですね、うんうん、イタリアの救済策、あ、そんなに悪いんだ、イタリア、イタリアは相当悪いんじゃないですかね、ということを考えると、まあでも本当に今年から起きることは、うん、第二のリーマンショックぐらいの規模で進めばいいんじゃないかっていうぐらい、うんうん、厳しい、ね、いやだいぶ厳しいですか、世界恐慌への引き金、ね、まあそこが問題は中国、はい、EU、まあ、その辺と連動してなる可能性もあるかなと、ね、中国経済とヨーロッパ経済が完全にリンクしちゃってるので、うん、なんかね、まあ、間に入ってるのがドイツなんですけど、はいはいはい、
もうこの両方が共倒れすると本当にまずいなと。しかしね、このドイツ銀行が例えば破綻した場合、破綻した場合、はい、このケツを吹かすのはね、ドイツ国民の税金なんです。あ、そのとおりですね、はい、だから儲かってるのはロッチャイルド・コンスティチューション・バンクとかね、うん、ラザード・フレルとかね、うん、そのバンク・オブ・ロッチャイルドとか、うん、まあ、いろんなそういう小さな、うん、まあ、一族が直接株を持って経営するところはね、ドーンと回収してるわけだ。彼らの債権は全部月をドイツ国民に受け渡すと、うん、だからリーマンブラザーの倒産だと言ってもね、うん、全世界に付け回したんである。うん、日本もその大物のとおりですね、何兆円ぐらいは受けてる、うん、日本のもう保険会社から損保から、うん、その銀行から、ね、アメリカですからね、はいはい、全部世界中に分散してるわけ、うんうん、その穴を埋めさせたのは、うん、世界中の国民が埋めてるわけです、うん、埋めてますね、確かに。今回もだからそうなりますよね。え、今回も世界そうなる可能性があります。そうそう、みんな、うん、今回も世界的なあれなんです、うん、そういうことは人、日本人としては人事じゃないんですよね。損を世界中にうまく分散させてるんだ、うん、だからこうごっつい倒産だって、うん、全部がみんな損を受けるから、うんうん、大きなどえらい恐慌にならずに乗り越えられる。そうですね、うん、なるほど、うん、なるほど。損を分散してる。ああ、損を分散してるから世界恐慌にならないと、うん、でその分散する手口を全部売国の政治が結局、うん、案内してるわけですよ、うん、ガイドしてるわけですよ、うん。まあ、よくわかんないですけど、今のその、まあ、結局、うん、悪いのは竹田が細かい、ね、名前までしっかり出て、ね、説明が出てきました。今のあれですかね、経済のあり方っていうか、まあ、結局ね、金利を安くして市場にばらまいても、その市場先がそれがまあうまくその経済反映をすることができないというところに大きな問題があると思うんですけど、こう新しい経済のこうあり方とか商売のあり方っていうのは変わりつつあるってことなんですかね、うんうん、まあ、そうですね、資本主義のあり方って。これね、私も金融界にいて、うんね、あんまりよく分かってなかったんですけど、金融の役割っていうのね、うんうん、でもやっぱり金融業界がある程度余裕がないと、うん、やっぱりお金回せないし、うん、でやっぱり銀行はお金回せる余力がないと、うん、産業界で、うん、やっぱ健全な活動ができないわけですよね。で今やっぱり悪いのは、日本もアメリカもドイツも銀行株がみんな低いわけですよ、うんうん、で銀行株が売り叩かれてる中で、うん、世界の金融が回るわけがない、うん、そうですよね。で確かにもともとね、銀行マンっていうのはなんか大した仕事してないのにとか、うんうんうん、待遇だけ良くて、うんうん、給料良くてって言って、でまあ、今はざまあ見ろって思われてるかもしれないけど、うんうんうん、まあ、それもそうかもしれないけど、うん、でもやっぱりね、銀行株がもっと銀行自体が経営的に余力が持てないと、うん、いくら超低金利で、うん、緩和策をやってもですね、うん、効果がないと思います、ね、うん、まあ、その付け焼き場的にしかない、はい、まあ、長期投資っていうのもね、なんかあんまり芳しくないでしょうし。そうですね、まあ、今回、ドイツの銀行の話から、まあ、EU の問題、そして世界恐慌なのかならないのかというような話でしたけど、その一つ、EU の存在というのはどういうふうに変わってきますか。そのちょっと まあ、私個人的には、まあ、やっぱり国民国家という考え方するとなんか無理があるのかなという感じがするんですけど、オルカー局長はどういうふうに、まあ、将来私は反 EU です。反 EU で、それはあくまでもグローバリズムの観点から、反グローバリズム、私は反グローバリストなので、はい、この EU ってのはやっぱりグローバリズムの象徴的な産物であって、うん、でそれはもうそろそろ時代的な役割は終わりつつあるんじゃないかと、という感じがします。ちょっと先生は、まあ、EU っていうのは経済同盟ですから、ね、そうですね、はい、で、はい、NATO は安全保障の条約同盟ですから、そうです、はい、だから、まあ、この安全保障と、うん、経済同盟はこの表と裏であって、うん、ヨーロッパ同士の戦争は避けようという一つのね、うん、あれが経済で団結してるわけだから、うん、まあそう簡単に潰れることはないだろうと思います、うんうん、分かりました。
皆さんはこのドイツ銀行の件と、そして、EU の問題、これはまあ、日本の裏側ではありますけど、今、世界経済連動してますので、日本にも少なからず大きな影響を与えるということだと思います。ありがとうございました。